を切った。さあ、こい。2004年夏、アテネで歴史に名を刻んだ男はその瞬間静かに天を見つめ、野村忠宏金メダル。最強の証、オリンピック金メダル。オリンピック3連覇、かつて柔道界で誰も成し得なかったその頂に立った時、彼は何を見たのだろうか。若さで勝ったアトランタ、技で制したシドニー、そしてアテネ、全身全霊をかけて挑んだ男の戦いがそこにあった。おい、これが試合会場だぞ。ここで試合するぞ。去年7月、海外合宿に参加した野村はアテネを訪れた。1年後に迫ったオリンピック、しかし野村にはこの地で戦う自分の姿がまだ見えなかった。まあね、特にだからこう組む時っていうのが下の3本に力かかるんですよね。だから今でもこの3本の指のが割れるんですよね、すぐに。野村は今年30歳を迎える。25歳が選手のピークと言われる柔道、中でも野村のように体重の軽いクラスは動きが速く消耗も激しいため選手寿命が短い。このデータは野村の体がどれくらい疲れているのかを調べたものである。一般的な成人男性の疲労度がおよそ150、野村はなんと人より10倍以上もの疲労を抱えているのだ。4年前、シドニーオリンピックが終わった後、野村は交際していた陽子さんと結婚し、1年間アメリカに渡った。オリンピック終わってしばらくはすごい忙しくて、やっとホッとできるなってなった時に、これからどうするんやっていう。現役すんのか。そこにやっぱりしんどさを感じたんですよね。現役を引退している可能性はあったと思いますよ。今後のことは特に決めないまま、野村は柔道と離れた普通の暮らしを楽しんだ。ゲームで遊んだりとか、トランプして遊んだりとか、もう本当にもう何も考えない生活をずっと送ってましたね。これまで味わったことのない解放された生活。しかし1年が過ぎ、日本に帰る日が近づいてきた。まあ現役戻ってくるかどうかっていうのを、悩んでた自分の中で、必死になってもう一回真剣にしたい、って思うのがやっぱり柔道の現役選手、それしかなかったんですね。もうその考えた時に、帰国した野村は母校の天理大学で1年ぶりに稽古を再開した。目標は
遠くにぼんやりと見えるオリンピック3連覇。久しぶりの稽古、体は正直だった。シドニーから2年ぶりとなる野村の復帰戦、金メダリストの華麗な復活を誰もが期待した。野村、10年ぶりの一本負け。1年のブランク、稽古を再開してわずか5ヶ月。しかし、それは言い訳に過ぎないと恩師細川は指摘した。負けてもそんな悔しそうでもなかったですしね、ニヤニヤしてたりというようなことで、本当に復帰して、オリンピック3連覇を目指すのかっていうところが私には見えなかったですね。勝負に対する執念ですね、はい、そこが一番落ちたなと思いました。一度頂点を見た者の苦しみが今まさに始まろうとしていた。去年3月、オリンピックのメダリストなど誰一人出ていない小さな大会に野村の姿があった。どんな大会でもいい、とにかく優勝したい、そう言って試合に臨んだ。しかし、このレベルの大会でまたも一本負け。やっぱその気持ちの中でこのまま頑張ってもオリンピックっていうのは見えてくるんかなとか、もう一回その長い期間休んでてもう一回やろうってまあ決めたんですけど、その選択は正解やったんかなとか、いろいろそのそういったそのネガティブな考えっていうのもやっぱり頭をよぎる時もあるし、もう後戻りはできない。自分で選んだ現役復帰への道、野村にはこの道しかなく、どれ、ラベンダー、ローズマリーにする。私5回くらい。稽古から帰った野村の日課はアロマテラピー。シドニーの頃は体の手入れなど一切してこなかったが、今では妻にマッサージをしてもらわないと翌日稽古に出かけられないほど疲れが残る。ここ腰らしい。腰痛い。これが野村の現実だ。こっちも小指あかんやった。うん、こっち小指の指だけつけないまで。野村は柔道一家に生まれた。父は名門天理高校の柔道部監督、叔父はミュンヘンオリンピックの金メダリスト。実家にある道場が野村の遊び場だった。気がつけば道着に袖を通していたという。
が小さく女の子にも負けていた息子に父も特別期待をかけることはなかった。その父が率いる高校でも取り立てて強かったわけではない。頭角を現したのは大学に入ってから。初めてのオリンピックでいきなりの金メダル。人は彼を天才と呼んだ。柔道選手としては遅咲きやし、まあ初めてね、全日本の大会で優勝したのが大学4年生ですか。自分柔道始めたの何歳からやって言ったら、自分の記憶にない時からやってるんですよね。で試合に勝てるようになるのに20年近くかかってるんですよ。それは努力でしょ。それは強くなるための努力もそうだし、強くなれるって信じてやってきた自分っていうのがいたからここまで来れたと思ってるし。努力で這い上がってきた。自分を信じてここまで来た。しかし今何を努力したらいいのか、どう自分を信じればいいのか、野村には見えてこない。アテネまであと1年余り。この日野村は一から出直すつもりで恩師細川の指導を仰いだ。野村が細川に手ほどきを受けたのは小学校5年生の時。以来2人の師弟関係は20年に及ぶ。ついに始まったの、ロサンゼルスオリンピックで金メダルを取った細川は今の野村と同じような壁に突き当たったという。1ヶ月現役引退して1年半ほどふらふら遊んでたんですけども、もう一度柔道をやりたくなって現役復帰しましてやったんですけども、気持ちの持ち方として私の場合はどうしても練習してましても試合しましても、特に試合してる時にそのきつくなってきますと、辛くなってくると、もう俺チャンピオンに一回なったからいいわと思ってしまったんですね。細川は頂点に立った者だけが知る苦しみを誰よりも理解していた。左の相手はどんどん出るようになったんですよ。右が待って大丈夫、はい。まあ、いつも本人には言ってるんですけどね、どこかにも俺はオリンピックで2回取った、世界チャンピオンにもなった、有名な野村になった、あと何をするしたらいいんかという迷いが必ずあると思うんですね。疲れてきてしんどくなればなるほどそこが出てくるんですけどね、もういいやということをチラッとでも試合で思ったらもう負けだと思いますね。これ簡単に組ましてもらえるぞ、組ましてもらえるぞ。すぐ起きろ、すぐ起きろ。集中、潰れても構え、先かけろ。
とったわ。現役復帰から1年、野村は再び世界の頂点に立つ自信を取り戻していた。大丈夫。アテネオリンピックを1年後に控えた去年の夏、大阪で世界柔道が行われた。現役に復帰した自分の選択が正しかったことを証明したい。野村は何が何でも世界一になる必要があった。体の動き、技のキレ、かつての力を取り戻し、野村はポイントで圧倒的なリードを奪った。そして迎えた終盤、残り20秒。3大会ぶり2度目の優勝を目指す野村です。まだ世界選手権、オリンピックを含めて負けがない。有効取りました。そしてあっと抑え込みに入った。ルミフィが抑え込みに入った。これはピンチ、野村ピンチ。ディフェンディングチャンピオンに敗れるのか野村。日本で野村初めて世界選手権オリンピックで敗れるのか。連勝は16で止まるのか。完全に入っている野村ピンチ。野村忠宏3回戦で姿を消す。日本の野村敗れました。再び世界の頂点を狙った野村、3回戦でディフェンディングチャンピオンチュニジアのルニフィに敗れました。最後に残された課題は勝負への執念でした。悔しい、悔しい野村。1秒にも満たないほんの一瞬の気の緩み、最後の最後で自分に負けてしまった。